誰レノガレ・アケミ7月16日隊は、ブラジル生まれの日本の女性ファッションモデル、タレント、神奈川県横浜市出身。1990年、ブラジルサンパウロで生まれ、ブラジル国籍と日本国籍も有す。本名の、福住、ダイアナ、アケミ、ダレノガレは、くるみの林からやってきた月の女神、福住アケミという意味を持つ。1991年、 ジップ、実実母、実兄と共に1歳の時に日本に移住。父親は日系ブラジル人、母親タニアはイタリア系ブラジル人。3歳になる前に実父母が離婚した。1993年、3歳の時に実母が増援業を営む日本人男性と再婚した。姉が幼少期にジップから虐待されていたことを後に告白している。2002年、 小学校6年生時にアイドルグループ、モーニング娘。の第6期のオーディションに応募するが、書類審査で不合格。2005年、中学校3年生の時に再びモーニング娘。の第7期のオーディションに応募するが、前回同様に、書類審査で不合格。2009年、立花学園高等学校を卒業。高校卒業後には、 アパレル業界勤務や歯科助手などを経験した。また、デビュー当初はカラオケ店で深夜の清掃の仕事をしていたこともある。7歳の時からモデルになることを夢見るようになり、失恋をきっかけにモデルを本格的に目指すようになった。2012年5月、JJ でモデルデビュー。2015年8月発売の JJ10 月号で同志の専属モデルを卒業した。 9月17日発売のハッピーエナッツ11月号で女性主発表紙を飾った。2012年10月に TBS のテレビ番組サンデージャポンに出演。以降、様々なバラエティ番組に出演するようになった。特技は野球、ソフトボール、短距離走、ポルトガル語。中学生時代はソフトボール部所属でポジションは保守。 全国大会に出場している。当時の髪型は、スポーツ狩りで、身長159センチメートル、体重60キログラムと、ドカベン体型であった。また、中学3年生のピーク時には、体重が68キログラムであったことを、告白している。有吉弘之に、ツイッターで、アケミヘップバーンとあだ名をつけられ、気に入った様子を見せる。また、 スピードワゴンの小沢和隆には、包み隠さずズバズバ言うことから、ゲス逃れと相性をつけられ、本人も喜んだ。タメ口キャラとして知られているが、あくまでもキャラでタメ口を話した後は必ず誤りに行き、プライベートでは敬語を使っているという。しかし2015年2月5日に出演した水曜日のダウンタウンで、年下の AD に、 タメ口で話されたり名前を呼び捨てにされても怒らないか、どうかという企画で自分のイメージに合わせるように意図的に編集されたようなオンエア映像を見てショックすぎるなどと不満を話していた。勉強が大の苦手。めちゃいけの抜き打ちテスト企画においてご教科すべてにおいて賃回答を連発して最下位となった。総合得点は若世界新の元木大輔を下回る。 史上最低点となり、特に理科に至っては100点満点中1点という、科目別歴代再開をも記録した。小学4年生の頃、円形脱毛症になったことを告白している。当時、年の離れた姉が子供を出産した際、家族がその子に夢中になってしまい、誰の枯れは子供心に自分は捨てられたんだと悩んで、円形脱毛症になってしまったという。さらに、 最終的に症状は頭の半分ほどまで広がってしまい、カツラをつけていた。しかし、中学生になって脱毛症の原因は自分の弱さだと気づき、気持ちを強く持つことで、中学3年生の時には感知したと語っている。私生活は贅沢であり、2017年7月中旬に家賃が最低でも月130万円する。 高級マンションに引っ越したことを週刊誌が報道している。本人は200平米以上あることを認め、家賃月100万円超えであることも否定せず、さらに、でも、みんな普通でしょとさらりと答え、周りを驚かせた。他にも、食費は月に20万円ほどかけていることも、ダウンタウンデラックス内で公表した。その後、現在の年収は6000万円以上あり、 家賃が月130万円の 3LDK200 平米のマンションに住んでいると番組で公表し、スタジオはどよめいていた。この高収入は芸能活動だけでなく、香水やコンタクト、クレンズジュース、洋服などのプロデュース業もしているためとのこと。2018年1月にブログで一眼レフカメラを買ったことを報告したところ、初心者が買うカメラじゃない。 売る方も売る方だなどと批判が殺到し、炎上したという。この件は2019年2月16日放送分のゴッドタンで研究された。2019年に芸能人の薬物使用騒動が多く見られたことについて、ジョイが半年なり1年に一度の薬物検査のルールを設けたらいいと発言していたことに対し、事務所側がやるべきだと思う。 関係者の皆さんに迷惑がかからないようにするべきと賛同する反応を見せた。同年11月19日には所属事務所に全所属者の薬物検査実施を要望したことを報告している。2020年5月7日、ネットニュース配信元のアエラドットが誰のがれに薬物使用の事実があるような報道を行ったことに対し、 虚偽の記事が掲載された経緯の説明と、訂正謝罪記事の掲載を求める内容証明での警告書の送付を所属事務所から言ったことを明らかにした。アイラドットは5月14日、謝罪文を掲載した。5月12日、誰の誰は薬物使用の疑いを払拭するため毛髪検査を行った。5月31日のサンデージャポンに生出演し、コカイン。 覚醒剤、大麻などすべて陰性との検査結果が発表された。6月2日、代理人を通じて、アイラドット編集部に、毛髪薬物検査の薬物鑑定証明書の写真を提供し、これを踏まえた、アイラドットの6月4日の記事を、しっかりとした訂正、謝罪記事と評価した。ありがとうございます。